卵だけを使ったヘルシーな卵パンを作りたいと思います。材料はこの卵2つだけです。では作っていきます。ボウルに白身だけを入れます。で卵黄はこっちにね入れときましょう。はい、ボウルに白身を入れてこれを泡立てます。しっかりと泡立てていきます。はい、しっかりとふわふわになるまで泡立てます。はい、そしたらここに溶いた黄身を加えます。で加えたらこれをゴムベラでさっくりと混ぜていきます。泡をね潰さないように混ぜます。でこんな感じに混ぜます。クッキングシートを敷いた容器を用意してこの中に入れます。生地を入れていきます。ふわふわのプルプルです。はい、これを200度のオーブンで6分焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんなにふかふかに仕上がってます。はい、容器から取り出しました。じゃあこれをね取ります。おお、ふかふかですね。よいしょ。おお、プルプル、すんごいプルプル。はい、これで卵だけケーキの完成です。はい、ということで今日は卵だけを使った卵パンをご紹介しました。まあ、食べてみると見た目はすごいパンっぽいんですけど、食べてみると卵、なんだろうな、卵蒸しパンっていうよりかは卵パンって感じです。まあ今回は本当卵だけで作ってみたんですが、ちょっと味が欲しいなっていう方はおかず風だったらお塩入れたりとか、あとはデザート風だったらちょっとお砂糖入れてみるとかも、いいかなと思います。はい、ということでぜひ皆さん作ってみてください。この動画がいいと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。